国際工業バス、練馬営業所。国際工業バス、練馬営業所は、東京都練馬区北町に位置する国際工業バスの営業所である。主に、練馬区、板橋区、豊島区を中心に、北区と埼玉県と出し、和光市へ乗り入れる路線を担当する。都内にある国際工業の乗り合い営業所では唯一、営業署名に市区町村名を冠しているほか、 後乗り前折整理券方式の路線も担当している。練馬区内には、西武バス、都営バスも車庫があり、国際工業バスでは2007年9月16日改正まで、練馬車庫が正式名称であり、改正以前から行き先案内所は、混同を避けるため、練馬北町車庫の名称を対応していたが、そちらに合わせる形で解消し、練馬北町車庫が正式名称になった。 練馬営業所は、1962年に、池袋の傘下にあった練馬出張所が独立することにより開設された営業所である。東武東上線沿線における路線の歴史は、大正から昭和初期に始まり、前身の事業者である、池袋乗り合い自動車による池袋なります、なります石井公園、江ご田、田原久康、板橋乗り合い自動車による板橋と島沿線などが、 運行されていた。終戦後は、東都乗り合い自動車時代に、都営バスとの相互乗り入れによる都心直通路線が開設され、東武東上線沿線からは1947年に、時和台東京駅線、その後成増へ延長、1949年に上板橋、日比谷線が開通した。川越街道上においては、1953年に池袋式線、 池袋練馬北町なります。百寺公園線などの運行が開始され、これらは、菅も営業所、1953年以前は板橋、営業所が担当した。池袋営業所においては、1949年に、池袋駅都島園循環線、1952年に、池袋駅、諸、江戸田線、1956年から1960年に、かけては、 練馬区役所く和大駅線、練馬区役所、徳丸まる線がそれぞれ桜台経由、豊島園経由の二つの経路で開設され、練馬周辺における路線の拡充が図られた。これらを背景に、1958年9月1日に、池袋営業所練馬出張所が開設され、この地域の路線を受け持つようになった。その後、1962年8月1日に、 練馬出張所は、練馬営業所に昇格し、同時に廃止となった菅野営業所の路線の一部を引き継いで営業を開始した。2006年5月28日に開通した、環八新線区間の一つである、北町若木トンネルから北へ抜けて、赤羽駅まで走行する路線で、2007年9月16日に運行を開始した。練馬駅では、他社が、 北口まで運行するのに対し、国際工業は駅南口公社場で営業を終了する。2013年2月16日のダイヤ改正で、志村地区の渋滞による遅延を防止するために、志村消防署を通過する赤1から2が新設され、練馬駅を平日朝始発8時59分までに発車する便はすべて赤01から2として運行する。連95は、 上板礼一0の出入庫用として運行されていたが、2010年2月7日に上板礼一0が廃止されて、以降は赤0一の練馬側出入庫として残存している。赤85は反対に赤0一の赤羽側の出入庫として新設され、当初は練馬北町車庫折り返しだったが、2009年2月16日より平和大駅まで延伸された。 光が丘と有楽町線平和大駅、池袋方面を連絡する。光01は1984年4月28日、光02は1986年4月2日、光04は1991年の運行開始で、いずれも当初は光が丘団地が起点だった。1998年4月1日に団地折り返し場が閉鎖されたのに伴い、 光が丘駅発着となった。光04は他の光が丘発着路線と異なり、独自の経路を持つ。当初、光が丘今経由で開通したことに加え、1998年11月16日に平和大駅練馬北町車庫が西木団地経由に変更、1999年4月16日に光が丘駅、 タガラ町を短絡する形に変更され、途中にタガラ五丁目停留所が新設された。石神公園駅南口発着時代は、両方向とも近くの踏切を通過せざるを得ない、経路だったが、この踏切通過に難があり、特に駅西側、所沢方踏切を渡る道路が、富士街道で道路幅が狭い、踏切距離、通過車両が長いといった問題に加え、 富士街道自体も道路渋滞を起こしやすく、ダイヤを乱す大きな要因となっていた。このため、石神井公園駅北口の再開発事業進行、およびバスターミナル設置を機に北口発着へ変更となる。その後、2004年11月12日の改正で、成増方向の経路変更が行われ、下屋敷経由の石霊2から2、2路線図上。 行き先案内など営業上では石霊にが新設、石寺公園駅行きは変更なしされると同時に、増16の深夜バスを三軒寺へ延伸した。下屋敷経由は当初平日朝夕のみの運行だったが、休日も含めた日中時間帯にも設定され始め、最終的に石寺庁舎経由は1日1回のみまで減便された、後2010年12月1日に廃止。 西部の石01から1も灰となり、全便が下屋敷経由となった。この改正、経路変更によって、ダイヤの乱れが改善されてきたが、東大泉二丁目びくに端間と三県寺、三原第一丁目間には現在でも境外道路が多く存在している。かつては、石寺公園駅、成増駅他の停留所が、国際工業と西部バスで別々の場所に設置されていたり、 両者のダイヤが等間隔でなく団子運転となっていたが、現在は乗り場が統一、ダイヤも等間隔に調整されている。地下鉄成り駅との連絡は、成り方面行きが、成り一丁目、成り発は、成り駅入り口、西部の名称は、成り町利用が便利である。上記のいずれの系統とも、西部バスの石霊にとの共通定期券の取扱いを、 行っているほか、西部運行の石霊1、石霊4、増72においても、共通定期券取扱いとして、乗車可能である。成増駅から、高島平駅、高島平創車場へ向かう路線で、西高島平駅経由の高霊1と、美術館経由の増17からなる。高霊1、高霊1からには下にいくら付近で、埼玉県和光市をかすめるが、 埼玉県内の走行区間が極単区間のため、全線220円均一料金で、前乗り跡を利方式である。高齢1は、以前、志村営業所の所管であったが、2003年7月1日に、増17が新設された際に当営業所に移管され、沿線に、マンモス団地の高島平団地を抱え、3円、大門。 ナリいまの住宅密集地も抱えているため終日、混雑しており、特に高校や病院なども沿線に存在する、高齢位置系統の混雑が顕著となっているが、両系統はダイヤが共通で組まれていることと、区立美術館付近の道路が狭いため、運用は中型車が中心となっている。ただし、高齢位置系統の一部便には、大型車も充当されている。なお、増17は3円。 大門地区の住民による路線新設の要請が強かったため、新設された系統である。五条防止のため、増17の方向膜はピンク色 LED の場合は、系統部分が反転となっている。2009年2月16日に、高齢1の区間便、深夜バスとして増19が運行開始された。2014年2月16日のダイヤ改正で、土曜、 休日のみ、高齢市、増17両系統の並走区間では12分間隔となる。成増駅から北上し、笹目橋を渡って、埼玉県戸田市内の笠ささと向かう路線である。笹目橋を渡る路線はこの路線だけで、東京都区内と埼玉県内を結ぶ数少ない路線の一つである。かつては、下笹目から先、美女儀、北戸田駅経由で、 わらび駅西口まで至っていた路線であり、戸田営業所の所管だった。しかし、美女岐付近の渋滞が理由で、わらび駅西口戸田車庫間を短縮、成増駅北口から下笹目戸田車庫線となり、戸田庫行駅は出入小便のわずかな本数のみで、残りは下笹目駅になった。2004年11月には、所管が戸田から練馬に移管されたことにより、戸田庫行駅は廃止された。 蒸気の区間のみが残ることとなった。埼玉県内を奇襲点として走行することから、待機路ン賃対応の案内表示器整理券発行機等を搭載した車両が運用に入る。また、始発午前9時までの下ささめ発の便に限り、乗車方式が前乗り新国製前払いになる。王子駅から北元通り、艦7通り、 富士見通りを経由して上板橋駅に至る路線である。かつては、王子駅時和大教会館の路線で、九百七十八年十月三十一日までは、トエバスとの共同運行であったが、トエバスの撤退により、翌十一月一日以降国際工業が単独で運行している。時和大二丁目の時和大パブテスト教会前、道路向かいにあった折り返し場の閉鎖に伴い、 1998年11月16日に、上板橋駅まで延長された。上板橋には、駅前ロータリーに設置されている、上板橋駅停留所と、駅前通り上に設置されている、上板橋駅前停留所があり、王子発の一部便は、王54から2系統として運転され、駅前停留所が終着である。引き続き改造として、 上板橋駅駅前ロータリーには入らずに運転し、直接、練馬北町車庫へ入庫する。当初は、上野根橋からそのまま、関七通りを南下し、羽沢から、氷川神社か、現、氷川大駅付近まで運行される。1973年10月に豊玉北まで延伸し、1999年11月に、現在の運行区間となった。小区が、 京路のため中型車が限定で運用されている。毎時一本弱で運行本数が少なめである。光川海域を起点に、土砂地区をきめ細かに循環する路線。2002年3月16日に西武バスが単独で開通した路線だが、2ヶ月後の5月16日より、国際工業が本数を上乗せする形で参入した。開催日のみ。 運行の戸田協定場への直通バス。SG プレミアム GI 開催時はさらに本数が増える。練馬区、コミュニティバス、緑バス全6系統のうちに系統の運行を受託している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。